あとですね、リンパ管の中を流れるリンパだけじゃなくて、間質リンパっていうものの、を注目していったことはどういったことかっていう話をちょっとさせていただきたいと思います。筋肉ですね、筋肉の構造についてなんですね。筋肉っていうのはこう細長い筋肉細胞なんですね。この細長い筋肉細胞がいくつか重なって束になっている。その間は線維結合組織、線維結合組織でできてます。こういう筋膜っていう束があるんですけども、筋膜っていうのは綿状のものなんですね。綿状がこういっぱい、綿状が濃くなっている。この間もこうフィラメントっていうこう線維性結合組織でこう筋肉同士もつながれています。でそこに水が、その綿が水を吸った状態だと思っていただくと分かると思うんですけども、そこに水が含まれています。で血管が中を流れてて、そこから水がジャーッと出てきて、その綿が水を吸うわけですね。で筋肉が収縮するとどうなるかというと、筋肉は細長いので細胞内液っていうのは出たり入ったりしないんですね。まあ出たり入ったりしてるんですけども、縮んだり伸びたりすることで細胞内液のは変わらないし、細胞の体積も変わらないわけです。だから、筋細胞っていうのは縮むと細長いのがこういうふうに太るわけです。で細胞同士がこう太って、中のこう細胞同士がギュッと縮んでこう力込むみたいに太るわけですね。そうするとどうなるかっていうと、細胞同士が圧迫をされますので、間にあった水がこの綿から染み出て外にわーっと出てくるという形になります。そして、これが筋肉がまた、弛緩すると、血管から水がわーっと出てきて、その細胞管を満たすと。この細胞管を満たして出る体液のことを間質リンパと言います。で筋肉はね、雑巾とか綿のようにオアシスのようにぐっと縮んだ時に水を吐き出し、ぐっと伸び、膨らんだ時に水を吸うというふうになっています。その吐き出した水が血管に再吸収されたり、9割が血管に再吸収され、1割がリンパ管に入るっていう構造体になっています。で多くの人はその結果血流って言ってるんですね。もしくはリンパ管の中の水を流せってことを言ってるんですけども、私たちはなぜ筋肉がその硬くなるのかっていうことですね。これを雑巾が絞れてるから硬くなるんですね。だから絞ってるのをねじりを取って緩めてあげれば柔らかくなりますよね。綿だったり雑巾だったりっていうのはそういうふうになってるので、そこの筋肉自体は直接血管から栄養を得てるわけじゃなくって、その染み出した水に満たされて細胞は栄養を得てるわけです。その栄養っていうのは流れなかったら腐っちゃうわけですね。酸化してっちゃうわけです。ところが、心臓とか肺のように縮んだり膨らんだりしながら循環させることに、それは強く膨らんだり強く縮んだりする必要はないということです。その循環を良くしていくっていうのが間質リンパケア、これをメインにしていると。このリンパ管っていう下水に流れてしまった、まあ用水路ですね、田んぼで言えば用水路があって、用水路の近くに、田んぼがあります。田んぼの中に、畑に、草が生えてるんですけど、用水路から水がジャーッと流れてくる。流れて、要するに稲とか、中に住んでるカエル君たちはですね、用水路に口をつけて水を飲んでるわけではないということです。溜まった水に住んでて、このカエル君はうんこもするし、この稲は枯れたりするし、虫の死骸も出てくる。それはまた用水路にまた網になってるので用水路に流れていくんですけども、このゴミ類は別の下水に流れていく。これがリンパ管に相当しますということです。筋肉をギューッと絞ってやれば中に水は出てくるんだけど、この時に、リンパ管の先にフィラメントがついてて、弁がついてて、弁がパチッと閉じちゃうんですね。ところが筋肉が収縮するとフィラメントは弁についてるのでパカッと開くわけです。収縮して圧力がかかった時にリンパ管にザーッとこのゴミですね、いらないし細胞の死骸とかウイルスとか白血球っていう役目を終えた白血球がリンパ管に流れていくということになる。だから私たちは流しはしないということになります。
流さずに流れるような筋肉のポンプを循環を良くしましょう、局所循環を良くしましょうっていうのは、サト式リンパケアで血流を良くしましょうとか、リンパの流れをザーッと流すっていうことはしないわけですね。私たちは流れを促すっていうことです。流すんじゃなくて促す、流れ、組織が流れる機能を持ってる筋肉がポンプをするっていうことを、できることをみんなに知らせていきたいというふうに思ってますですね。こういったことから、リンパケアっていうのは関節リンパ、私たちが怪我をした時にブクッと水ぶくれができて、その中の黄色い汁ですね、私たち怪我した時に、血が出るんですけど、血が止まった後も黄色い汁が出てきます。この皮膚っていう防水の、膜の中を満たしている体液、これが古くなるから腐っちゃうんだよ、病気になるんだよ、腹腔内が流れが悪いから病気になるんだよ、ホルモンもうまく出ないんだよ、排泄もうまくできないんだよということです。これは流れる環境を作ってあげれば、私たちは健康に、健康ですごく動きやすいっていう生活を送ることができるということです。ですから、関節リンパケアっていうのをとか、なぜ凝ってるのか、なぜ痛みが出てるのかっていうのを皆さん一緒に考えてみてほしいんですね。ただ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 意味もなく揉んだりストレッチしてるんですよ。ただやってるだけなんですね。ただやってるんじゃなくって、なぜこうこういうことになってるのか、そのなぜが分かれば、やることはおのずと決まってきます。おのずと決まるんです。で、そのおのずと決まった方法っていうのは何だっていいんです。別に何でもいいんです。サト式リンパケアじゃなくてもいいんです。理由、私たちのリンパケアっていうのは、そのなぜなってるかっていう理由を解き明かしていくものですね。それは現在進行形で、人間の体の神秘、宇宙を解き明かしていくっていうものになりますので、常に進化していますので、ぜひ皆さん、ついてきていただけると嬉しいです。